こんにちは、マドブログチャンネルです。今日は8月10日土曜日ですね。道の駅全国制覇の旅なんですけれども、全国の道の駅のスタンプラリーに参加してスタンプ全部集めて回ろうということをしています。それでですね、今日の話は、お盆休み入ったばかりなんですけれども、災害に備えるための具体的なステップについてお話ししますね。バイク乗る上でもですね、日常生活があって、安心してバイクに乗ることができます。ちょっと災害とかが起きるとですね、バイクに乗ることもできなくなりますので、そういった災害のための、備蓄とかをしておくと、何かあった場合もですね、慌てることなく過ごすことができますので、今日はちょっとそういった話をしていこうと思います。九州地域やですね、あと昨日は関東の方での地震がありました。そして台風近づいてきています。そういった災害に備えるための具体的なステップについてお話しします。南海トラフ地震ですね。ちょっと一番今気になるのは南海トラフ地震なんですけれども、非常食料や水、トイレなどの備えを見直すことが欠かせません。特に日本の方ですね、僕も日本の方なんですけれども、お米、主食のお米が大事となります。そしてですね、このお米なんですけれども、今全国的に記録的な暑さが続いていて、6月末までの全国の米の在庫量は過去25年間で最も少なくなっています。新潟県内の米農家や卸業者さんも、そういった不安が広がっていて、米不足、非常に深刻な状態になっています。今日僕ですね、スーパー行った時、スーパーの方がお米ないですという話をされていて、昨日の地震の影響で皆さんお米買いに来てるのかなと思って、帰ってきてからですね、調べたところ、25年間で最も少ない状態になっているということなので、お米今少なくなっている方はですね、ちょっとお米買っておいた方がいいかもしれないです。この先ですね、お米買うのが大変なことになるかもしれないので、お米ちょっと災害関係なく、買いに行っておいた方がいいかもしれないです。そしてですね、その他にも非常用食料ですね、非常用食料、長期保存が可能な食品を中心に備えておくのが基本ですね。お米だけではなく、缶詰やレトルト食品、乾麺やパスタなども加えておくと、いざという時にバリエーション豊かな食事が楽しめます。また栄養バランスも考えてですね、保存の効くものを、買っておくといいと思います。そして何よりも忘れてはいけないのは水ですね。水の備蓄忘れてはいけません。人間は食料よりも水が不足すると直接命に関わるために、1人1日3リットルを目安に、少なくとも3日分以上の水を確保しておくのが理想となります。水買っておくのもいいですし、水道水をですね、タンクに入れて、定期的に入れ替えるという感じで、水確保しておくといいと思います。そしてですね、また、非常用トイレも準備しておくと安心です。なかなかですね、水出なくなったりとかしますので、非常用トイレも準備しておくと、いざという時安心感が増します。そういったことでですね、計画的な備えが必要となります。でですね、いきなりこの米が不足してますよということで、買い占めには走らないでくださいね。焦って大量に購入すると、他の人が必要なものを手に入れられなくなってしまいますので、少しずつ計画的に備えていくことが大事です。なくなってるからといって慌てていっぱい買う必要はありませんので、少しずつですね、ちょっと備えておこうかなという気持ちを持ち続けていっていただけるといいかなと思います。僕自身もですね、普段から少しずつ非常用の、食料とかを、あと水ですね、水とかを、買ったりとか備えておいたりとかしています。こういう非常用の時にですね、何か食べるものがあると、安心感につながります。やはりですね、バイク乗ったりとかするのも、先ほども話しましたように、日常生活があるから安心してバイクにも乗れますので、災害にがないのが一番なんですけれども、いつ何時どうなるか分かりませんので、災害に備えつつ、バイク楽しく乗っていこうと思います。本当にですね、南海トラフ地震の方ちょっと心配なんですけれども、こういった点もう一度見直してですね、
いろいろと備えていきたいと思います。今日の放送もお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。